来月、東京でも北朝鮮の弾道ミサイル発射を想定した住民避難訓練が実施される予定だ。27日、日本メディアなどによると日本政府は来年1月22日、東京都文京区の地下鉄後楽園駅周辺や東京ドームシティ周辺でこのような避難訓練を実施する計画だと伝えた。 日本政府は北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射実験により、今年3月から全国に15カ所の地方自治体で住民避難訓練を実施してきた。しかし都内で避難訓練が実施されるのは今回が初めてだ。